こんにちは、寺東海の花田です。今回は愛知県岡崎市のお茶の名店宮崎園に協力してもらい、かき氷の作り方を実況します。冷凍庫から出して少し溶かしておいた氷を削っていきます。削れた氷の柔らかさを確認してから盛り付けていますよ。ここで使っている氷はマイナス8度でゆっくりと空気ができる限り入らないように作っています。家庭の冷凍庫で作る場合はかき氷機専用の大きな容器を使いましょう。冷凍庫に入れる時も冷凍庫内の冷たいところに直接触れないよう割り箸などで浮かしておくと空気が入りにくくなりますよ。ここでかけているのは自家製の和紅茶と糖蜜のシロップです。真ん中に加えたのはメープルナッツのアイスですね。ナッツ大好き店長の一押しの組み合わせだそうですよ。さらに氷を幾重にも重ねてたっぷりと和紅茶のシロップをかけていきますよ。ところで和紅茶って知っていますか？日本で作っている紅茶のことです。海外で作っている紅茶よりも苦味や渋みが少なく、まろやかで飲みやすいのが特徴なんですよ。見かけることは少ないかもしれませんが、興味がある方はぜひ探してみてください。さあ、形を整えていますよ。そろそろ仕上げですね。最後にはオリジナルブレンドのエスプーマクリームを盛り付け、和紅茶の粉末を振ってナッツを添える。さあ、完成しました。おお、これはテンション上がりますね。早く食べたいです。このふわふわのエスプーマクリームもかき氷も夏なのに雪景色みたいな感じですね。はい、いただきます。うわ、すごい電車スマイル。娘に教わってやってみたんですけど、照れてちゃいけないですね。いただいた和紅茶のかき氷はエスプーマのクリームだけじゃなくて、氷もふわふわ、和紅茶の香りも味わいもとっても良くて、今まで食べたかき氷の中で一番美味しかったですね。他にもプレミアム抹茶かき氷も作っていただきましたよ。茶道用の抹茶をふんだんに使った濃い緑と濃厚な味わいが印象的な一杯です。今回協力してもらった宮崎園は愛知県岡崎市の額田地域にあるかき氷街道の店です。かき氷街道では地域の天然水、泉水の氷を使った個性豊かなかき氷が揃っていますよ。かき氷は9月末で終わりますが、この後ももみじやゆず狩り、そば打ち体験など岡崎市額田地域は年中を通して魅力がいっぱいです。来年の大河ドラマの舞台でもある岡崎市、ぜひ泊まりがけで遊びに行ってくださいね。農林水産省では農産漁村、いわゆる田舎が活気づくための支援をしています。今回紹介した愛知県岡崎市額田地域も農産漁村振興交付金を使って支援をさせていただいた地域です。私は農泊、農産漁村地域に泊まってその地域の食事や体験を楽しむ旅行のことですが、その農泊に取り組む地域の支援をする農泊担当です。今後も農泊の地域を応援する動画を上げていこうと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。この動画が面白いと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。実は前にも冬にかき氷を食べるっていう動画を作ったんですけど、この時のかき